皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まず最初に2022年コムドットの動画をね心待ちにしてくださっていた皆さん、お待たせしました。お待たせしました。本当に待たせてしまいましたね。一応2021年の最後の方に、まあ、大型企画で沖縄の方にねちょっとお邪魔して企画撮ろうみたいになってたんですけれども、インスタグラムの方でも説明したようにちょっと人が集まりすぎてしまって、このまま撮影すると人に迷惑をかけてしまうなっていう判断で、まあ、一応中止にしまして帰ってきたんですけど、元旦でどういう動画出そうってなって普通の動画出すこともできたんですけど、まあ、最初はやっぱ大型企画かましたいよねっていう話し合いになって、まあ、動画を出すのがねちょっとこのタイミングになってしまったと。元旦を避けたりだったりとか、まあ、雪があったりだったりとか、まあ、いろいろちょっと立て込んでしまって出すのがね今日になってしまったんですけれども、待っていてくださった皆さん本当にありがとうございます。どうですか、久しぶりの撮影ですけど。カットでどうなってるか分かんないけど、おめえの口が回ってない。確かに意地悪しないでよ。やってはいたね。やってはいた。今日が撮影日なんですけれども、みんなで会うのは別に今年初めてじゃないけど、もう新年の挨拶もお互いに済ませました。はい。どんな元旦だったの？いや結構スマブラをやったね。そうだね、スマブラめっちゃやった。心を休まる瞬間もあったわけじゃないですか。うん、そうだね。それぞれその実家に帰ったりして、うん、まあご飯食べたりだったりとか友達になったりだったり、結構何年かぶりにやったよね、ワンタオみたいな。マジで、うん、棚からボタン持ち的な感じでね、お休みも取れまして、まあ、やっぱりこの1週間ぐらい休ませていただきましたから、まあ、結構ね、まあ、それぞれエピソードとかもあって、まあ、今話したこともたくさんあるんですけど、まあ、そこら辺のエピソードはねちょっと通常動画の方にね撮っておきたいと思います。でもちょっと企画始まる前に去年のおさらいだけちょっとしておきたいんですけれども、最終的にですね僕たち去年チャンネル登録者が1月1日が60万人でスタートして、去年の最後12月31日が310万人ということで、なんと250万人の方に新しく登録していただきました。すげえ。でもう現時点でですねチャンネル登録者が315万人。うん、すごいよ、ね、すごい。動画を出してないのにこんなに登録してもらえるっていうことがすごいありがたくて、考えられないから俺らからしたら、本当自分らから声かけた人たちですから。去年ね僕たちたくさんお仕事やらさせていただいたりとか、まあいろんな結果を残したんですけども、一旦それをいい意味で忘れて、今年2022年は新しい気持ちでね、またこうチャレンジ精神でね YouTube 活動をやっていければなと思うので、今年もよろしくお願いします。お願いします。違いたくせえのユーマが今、うん、みんなでおじめのところ。うん、よし、今年もよろしくお願いします。お願いします。こんな感じ。今年はこうやってやってた。もうクッパや。クッパの動きやお前。でね、去年のチャンネル登録300万人を達成した時に1週間休みをいただきたいみたいな話をしてたわけじゃないですか。で、まあ、今回ね1月上旬ちょっと休みをいただく形になってしまったんですけれども、まあ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 、まあ、結局会議とかはあったからマックスの休みじゃないよ。マックス出したいやん、あんだけ頑張ったんだから。2021年、なかなか難しい。その俺らも明日撮影だねってなってて雪が降っちゃったりとか、なし崩し的にちょっとここになってる部分もあって休めてないよね。いや休めてないよ全然。明日撮影だと思って朝8時に起きたりしてたんだから。でもまあ普段よりは寝れたんで体力は回復できたんですけど、何が言いたいかっていうと、やっぱり1週間休みは別に欲しいよ。うん、心のマックスの休みは欲しい。うん、やっぱりその地元の友達と旅行だったりとかそういうのはできてないので、また落ち着いたタイミングで300万人の記念の休みはちょっといただきたいと思いますっていうので、ここでちょっと伝えさせていただきたいと思います。はい。